たまたま落ちてた缶でさ、缶蹴りしようってことになって、誰も気にはしなかったんだけど、採石場に入った時から変な匂いがしてたんだ。臭い。臭い？うん、なんていうのかな、ゆで卵が腐ったような匂い。卵の腐ったって硫黄臭か？そうそう、それそれ。硫黄臭って普通河口付近でするもんだろ。採石場から匂うもんか？そう。でもすぐに気になんなくなっちゃってさ、結局缶蹴りを続けてたんだけど。タカシ見つけ！ああ見つかった！急にどこかから関係者みたいなおっさんがものすごい剣幕で走ってきてさ。このガキども、ここは遊ぶ場所じゃねえんだ、とっとと出てきたらせ。結局その場からみんなが逃げ出してお開きになっちゃったんだけどさ。なんだよ、まさかそれでおしまいなんて言うんじゃないだろうな。違うよ。あ、どうしたのみーちゃん。男の子が一人、いつまで経っても家に帰ってこなかったんだ。帰ってこないって？その親父に怒られてみんなで散ってバラバラに帰ったからわからなかったんだけどさ、多分あの時にはもう消えてたんだと思う。それってお社様のたたりにあって鬼隠しにあったなんて言われています。です。鬼隠し？ひなみ沢の階段みたいなものですわ。階段か。うん、